昔々あるところにおじいさんが一匹のポチという犬を飼っていました。ある日、裏の畑でポチがここほれワンワンと鳴くので、おじいさんが掘ったところ、大判小判が出てきました。その話を聞いた隣のおじいさんはポチを借りて自分のうちの畑に連れて行き、ポチにさあ泣けとけしかけます。ポチがしぶしぶ泣きますが、そこを掘るとゴミがたくさん出てきました。怒った隣のおじいさんはポチを殺してしまいます。おじいさんは亡くなったポチを持ち帰り、畑に埋め、その上に木を植えます。その木は大木となり、おじいさんはその木を切って臼にし、お餅をつきました。するとお餅をつくたびに、また大判小判がこぼれてきたのです。それを知った隣のおじいさんは臼を借りて自分もお餅をつきます。しかしまたしてもゴミがたくさん出てきました。怒った隣のおじいさんは臼を焼いてしまいます。おじいさんは灰となった臼を持ち帰り、冬の枯れ木に撒きました。枯れ木に花を咲かせましょう。すると枯れ木は桜の花で満開になりました。そこにちょうど殿様が通りかかり、あまりの不思議さに喜び、おじいさんにたくさんの褒美をくださったのです。隣のおじいさんはそれを見て、自分も褒めてもらおうと残った灰を枯れ木に撒きました。しかし枯れ木には花は咲かず、撒いた灰はお殿様の目に入ってしまいます。怒ったお殿様は隣のおじいさんを牢につないでしまいましたとさ。めでたしめでたし。